ってことで、このまま1月予想を見ていきましょう。2022年の1月ですね、を見ていきましょう。そうするとこんな感じになります。まあ、9475再生。で、再生時間が240時間で、登録者は10プラス13って形ですね。あ、一応生放送、あ、連続はここ一回切れてんのか。18日、あ、17日、なんだったっけ？アーカイブ？ 14 日に上げてて、なんか消したっけ？いや、消してはないね。うん。単純に設定ミスかな。うん。で、ここは1日空いてたんだな。まあ、そっかそっか、3本に3本空けてる日もあるんで、あんま気づいてなかったですけどね。で、そう。このあたりから結構、生放送とね、一般放送を被らせるのがちょっと、しんどいなっていうことで、こんな感じになってましたね。で、残ってきてる動画は、やっぱし、いつか出られた動画がこの辺りも強い。で、久しぶりに YouTube のやつが、入ってきてます。これは多分年末年始この時期になると受験とかの兼ね合いとかで、書き留め使う人とか、郵便ね、若い方が郵便送ろうと思うとわからなくてやっぱ YouTube で調べるっていう傾向があって、結構この時期にちょっと増えるんですよね。で、結構そう、なんやかんやと定評があるんで、ありがたいですね。っていう感じでございますね。まあまあまあ、昔ながらのところが、で、そこに新規で入ってくるような感じもないっていうのが、まあ、うちらしいなっていう感じではありますよね。よいしょ。こんなところかな。放送、内容としては、その前、あっち見とく。前年比計で見てみると、アップロード36本、うん、ちょっと減ってますけど、9475。そういう感じですね。まあ、やっぱりエスカレーターの動画の比重が上がってますよね。静岡の動画とかも、が下がっとって、エスカレーターに結構一辺倒になってるんで、実は再生数はね、9000超えてますけど、やっぱ時間が結構減ってますよね。っていうのがあったりしますね。というところがあったりします。で、うん。いうところかな。で、何の動画を上げてたかというと、今年の名所、今年のシティがずっと続いておって、伊佐志摩スカイラインから、まあ、この辺りドライブ動画ですよね。で、宇和田駅に行って、車志摩スペイン村の辺りをね、プラッと見てみて、これとか、これで伸びたの怖いね、今志摩スペイン村。さすがにこれはね、触れられてないと思うけど、でもちょっと見てくれてる人いるな。やっぱ志摩スペイン村から見は、うん、入りますね。まあ、これなんかちょっと参っただけなんでね。まあ、どっちかというとそれで周辺をね、見てもらうと嬉しいのかなってところですけど、島国分寺とか行ったりとか、まあ、これなんかの方のがね、動画的には熱い内容になってるんですけど、まあ、そんなに変わらんかっていう感じですね、48。で、あとはなんだ、あの崎東西とか行って、周辺名所のところの動画そんなにやっぱ入ってないかなってところですね。なるほどな。うんうんうん。やっぱ島スペイン村が強いって感じかな。で、下攻めになんかショート上げてますね。48再生なんだ。まあ、こうですよね。普通はポンと上がって、そこはそんな伸びないよっていうね。周りまして大王先とか置いてきましたね。いやいや、ここら辺からアーカイブのね、古いデータが出てきたんで、古いって言っても、バチクソ古いタイプのやつですね。2011年とかだっけ ?2012 年とかの、動画が、アップロードがかかってきてますよということで。このシリーズがちょっと、まあ、何せ古いデータなんでね、もういい加減出しとっちゃおうということで、ちょいちょいと入ってくるって感じですね。なるほどな。うん、で、ナマステが、チャンネル開設3周年か。この時期で3周年。あ、だから、しれっと4周年を超えてたんですね。そういえば。忘れてました。で、5年目突入って形ですね。で、武器を手に入れた。この辺りですね。古いやつをザーッと出して。あとは生配信ありましたね。
ナマステの、高校入試、なんだったっけ、高校入試問題挑戦生配信ね。そういや、これ、一教科しかやってなかったな。登録者な、マイナス1っていうね。マイナス1っていう。うん。らしいあれですけど。で、いうことになってます。で、あとは、帰ってきて、で、フライトコーナーして、そういう感じですね。で、ああ、そうだ、YouTuber になろうっていうやつもなんかやってましたね。これは、きっと増えるんじゃないかと。増えるわけないよ。そりゃそうだ。うん。まあ、っていう動画の感じですね。まあ、意外と普通だけど、まあ、古い動画とか結構出したりするような感じの傾向の時期でしたね。まあまあまあ。あんま鮮度はないですからね、うちのところのやつは。っていうのが1月の感じでしたね、ってことで。ちょっと、ダメだ。準備をしないといけないんで、とりあえず一旦切って、ちょっと別のちょっと家事やら準備して、ちょっと出かけてまた帰ってきてから撮ろうかなって感じですね。1月までとりあえずやっちゃいましたんでね。あとは2月以降も、また見ていきたいと思います。まあ多分動画的には続いてると思いますんでね。よろしくお願いいたします。とりあえず一旦以上でございます。ご視聴ありがとうございました。音合わせもしないといけないもんな。